計画にはですね、スター・ウォーズ方式とマトリックスグ方式っていうのがあるんですよね。で、これはあの映画の話です。で、映画で皆さん、スター・ウォーズってご存知ですか、えー、実はあの映画ですね、出たのが1977年なんですよね。で、その時にあに、みんなで、ね、思ったんですけど,けども、えーっと、エピソード4から始まったんですよね。で、初めてやる映画なのに、エピソード4から始まるんですね。 でこれ何でかっていうと、好きな方は好きだと思うんですが、あれ、もともと第6話まであるんですよね。まあ、本当は全部で9話ですよね。で、彼の、まあ、ジョージ・ルーカスですけども、彼が言ったのは、今の我々の技術では、この4話からしか作ることはできないということで、彼の頭の中には第9話の計画が全部入ってたんですよね。で、えっと、そういう計画もあるんですよ。 だから計画としては最終的な姿を完璧に描いてえそしてそれを達成するために先ほどおっしゃったように長期的な目標から短期的な目標を立てて日々の計画に移して達成するという方法もあるんですよね。でいわゆる世の中でいうとこの経営計画書というのはそういう作り方なんですが、えー、っとそれ以外の方法もあるんですよで。それはどういうものかというとマトリックス方式というやつです。これはあの映画のマトリックスで皆さん ご覧になったことありますかあの、キアヌ・リーブっていう、キアヌ・リーブスかなっていう方があの出た映画なんですが、えー、っと、あれですね、1作目あたったんですね。それでどうしたかというと、じゃあ、なんとかあの次にヒットをしないといけないんで、2作目作ろうと。で、2作目作ったらそこそこ売れたんで、3作目作ろうということで作った、作っていったんですが、どうもですね、最後はうまくまとまってなかったんですよね。まあ、ただし、実際の経営においては、そのように、 まず自分たちの目の前のことで1年後どうするのかということを考えてそれからまたですね改めてじゃあ1年後どうしようか2年後3年後どうしようかということであの考えていくやり方もあります。まあ、こういう計画のことを以前は自然発生的と呼んでおりましたがあの実は中小企業の99.5%はそういう自然発生的なんですね。 あのマトリックス方式で結構されている方が多いと思いますのでもしスター・ウォーズ方式その経営理念を上げてえ長期目標を立ててそして短期目標を立ててっていうのがなかなかできない方はそのような形で年単位とか数年単位の目標を設定していくということも一つのやり方としてありますのでそんなものも紹介しておりますえそしてここにありますように えっと計画は自己実現のツールとありますがあの経営者として皆さんやりたいこととか達成したいことってありますよねあの先ほど皆さんに目標を立てるときの設定するときのポイントにどんなものがありますかということで自分のやりたいこととかねあげていただきました中にはあの嫌いだけどやらないといけないこともあげていただきましたでそういうものを実践するための一つのツールでもあるんですよねで えっとこれ人によっては他の人従業員とかスタッフとかキャストも通してされているところもあるんですよ。でそういうことを考える時に今まではこれを実行力というふうに呼んでいましたが実行力という言葉で呼んでいましたが、えー、最近インフルエンスという言葉を使っています。というのはあの経営者はそういう従業員とかスタッフとかキャストをこれに影響を与えてあのここに書いてませんが市場にも影響を与えるんですよね。 でそういう意味では、えー、これはあの影響力って言った方がいいんじゃないかということで、インフルエンスと言ってます。で、あと言えることは、人間ですね、自分自身も100%コントロールできるわけではないんですよね。あの先ほど出た、出ましたけどもや、やっぱりやりたくないこととかしたくないこともあるわけです。で、そういうものをどのように達成していくかというと、自分をコントロールするというやり方もあるんですが、自分に影響を与えて、そして自分が動けるようにして、 それで達成していく。そういう考え方もありますので、まあ、私はインフルエンスという考え方があるんじゃないかと思っています。えそして、こういうインフルエンスは全部で6つの種類があります。あの今日はそれ話しませんが、実はあの前回の資料に少し書いています。ね、でまず言えることはあの、経営者が自分に影響を与えて、そしてえそれを、これ波紋ですよね、実はねあの。気づかれるか気づくか分かりませんが、波紋ですよね。 でそれが波紋のように広がっていって、従業員、キャスト、スタッフに広がっていって、それが成果につながっていくということです。で先ほど少し紹介しましたが、まず KPI、何をするかですよね。何をするかによって、KGI、えー、キーゴールインディケーターということで、実際の成果、業績につながってくるんですよね。だから、こっちの方があの重きを置いたり、こっちの方が先に来るってあります。 だから人によっては売上とか利益目標は立てないんですが自分の行動計画とか会社としての行動のゴールは立てるっていう方いらっしゃいますよね。だからそのような計画っていうことに関しましては、まあ、こういう形で経営者がこう全体的に影響を与えてそして最終的には自己実現自分が考えていることを実践していくそのような一つのツール道具でもあると。 考えてていいただくと、まあ、使ってみよううかなっていう気持ちになる方もい,い,んじゃないかなと思いますえそしてちょっと余談ですがあの新宿の勉強会でやっています実行要因っていうのはこれに関することなんですよね。ちょっとあの先週やったことなんで参加してる方も多いと思いますので少し触れときますがあの実行要因っていうのはまさにあの同じものではないんですよね。え経営者が目的目標を明確にして戦略を選んで仕組みを作って 教育訓練して、それを戦術に動かして実際の成果につなげていくということでもありますので、ある意味ではあの実行要因を考えることによってあの経営計画を立てることもできるということがありますので、ちょっとここでそんなことも触れておきたいと思います。それと今日皆さんに少し話したいのは、いつも話さないことになるかなと思うんですが、ここにもありますように、皆さんの中にはあの自分自身で 行動することとして成果を出していらっしゃる方もいらっしゃるんですが、これはケースバイケースですよ。で、人によっては他の人に働いてもらって、ここにありますように従業員とかスタッフとかキャスト、その人に動いてもらって成果を出される方もいらっしゃるんじゃないかと思います。で、そういうところでは、ここですよね、えー。この仕組みとかもあるんですが、この教育訓練をするということも大事になってきます。で、これはこの新宿の 勉強会だけじゃなくてこの銀座でやってる発信、えーね、予習の中では顧客創造エンジンのことを顧客創造発信って言いましたがそういうものをやってもらうことも結構大事になってくるんですよねだから今日はちょっとですねあまりこの辺のところですねしっかりやったことありませんので、まあ、やっていく方がいいんじゃないかなと思ってこのことを触れていきますそれで大事なことはこの従業員 スタッフキャストに教えることも皆さんの計画を立てたことを実践するための方法でもあります。